富江の写真ですけども、これも割と富江シリーズでは初期の方の作品になるんですけど、富江はもともと女王様体質なんですけども、この写真でこうより一層女王様ぶりといいますか、そういうのが発揮されるって話でして、富江の声を当ててくださった吸い殻さんも非常にこう高飛車な素晴らしい富江を演じていただいていたと思います。この富江はですね、前回のコレクションでも林裕樹さんがですね、非常に素晴らしい富江のテーマの曲を作曲してくださったんですけども、今回はですね、その曲をですね、世界で活躍されていますですね、コロラトゥーラソプラノの田中綾子さんがですね、本当に素晴らしい歌声を歌ってくださいまして、アニメに花を添えてくださっていますので、そこも非常に見どころだと思います。富江がですね、しもべたちに殺されちゃうっていうシーンもあるんですけど、本当に原作通りの なんでだろう、なんでそうなのみたいな感じがアニメでも非常に忠実に再現されてまして、感動しました。月子もですね、非常に勝ち気な女の子で、まあ、富江みたいな自分勝手なクラスメートは許さない存在だなと思います。そういったものが声優さんが非常にうまくて、生き生きとアニメの中で大活躍してましたね。富江の惨殺される現場に遭遇して三段の目に遭うんですけど、なんか最後はなんかケロッとしてとりあえず部屋を掃除するかっていう、このケロッとしているのが面白かったです。